はい、新曲だんだん男女物語っていうフレーズからちょっと男女物語じゃないですけど恋愛トークじゃないんですけど、はい、みんなの恋愛事情、そういう人がどういう風に嘘つくんだろうとか研究しちゃう。でも年上がいてる50歳くらいはできる。マジですか。いやでも悪い恋愛もしてきたでしょみんな多分。私意外ダメぞ多かったかもしれないです。見つ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 一緒DV 束縛ユニット浮気みたいな。うわーやばいです。本当に恥ずかしかった。